これ今全然魚がいない状態で、元餌をいじくってない状態で、今餌落ちから2節バラケが持って、今グルテンがこう馴染み始める感じなんで、この状態だと多分バラケ持ってないんで魚もいないし、バラケも持ってないで当たらないと思うんで、こういう時はさっき元餌作った状態天水やって熊手状で20回ぐらいやってもらって、次をもう一頭打ちます。理想としてはあれの馴染み幅があと2節ぐらい、バラ系の馴染み幅は2つぐらい欲しいですね。今の状態は付け方はまるっきり同じで、今は熊手状で餌をこう持たす感じにしただけです。これはこの一頭は、これ餌落ちなんで、これから一つ、これで二つ、三つ半ぐらいですか。これでバラケが馴染んで、これからちょっと見にくいんですけど、これからグルテンの馴染み幅がだいたい1つから1つ半ぐらい馴染み幅が出ます。これがまあ魚状がいない時の状態で理想ですね。これ結構こう魚がいない状態なんですけど、バラケがこう抜けちゃう感じ、今当たりましたよね。で今割れ落ちた感じなんで、こういう時もちょっと付け方をラフじゃなくてちょっとしっかりめにつけます。で多分こう打ち始めよりこう餌落ちすぎるのが若干馴染むスピードが遅いんで、これ多分魚がいくらか寄ってきてる状態だと思います。でしっかりつけたにもかかわらず、こうバラケが持っていないんで魚が少し寄ってき、今当たりましたね。で今もやっぱバラケがこう持ってないんで、ちょっと手水を押しまして20回ぐらいもう一回かき回します。今のは当たってカラツンというよりこうなんですか、バラケがバラケすぎてすれ当たりじゃないですけど、そういうイメージで自分の場合はこうバラケをいじぐっておきます。でこれから馴染み1つ2つ3つで、これでバラケが馴染んで、これからグルテンの馴染みが今半節、これで大体1節ぐらい出てますね。ここで当たればまあ理想的な当たりなんですけど、ここで少しバラケてこの時点でもう当たる時には多分魚がいれば早い時点だったら当たると思うんですけど、これで当たらない時は自分の場合はもうほとんどこの辺でもう切っちゃいますね。グルテンがついててもほとんど切っちゃいます。あの時点で馴染んだ時にこう何らかの触りがあれば待つんですけど、あの時点で何も今動かなかったんで、もうあの時点で切っちゃいます。
いい音。今のはちょっと遅いんですけど、まあ一回こう触って取り戻した後に当たって、まあ基本的な当たりですよね。自分にとってはもう遅い、当たり方としては遅い当たりなんですけど。